皆さんお待たせいたしました、ただいまより東北学院大学土戸井キャンパスの、旅館ボラステ大学生の災害ボランティア活動の宿泊場所をご紹介いたします。なんと快適な天野さんのために干した寝袋をここでいいですか？乾いてるんですけど、あの、あれですよね、明日下に敷くといいかも。ここにシャワーもあると聞きますが、私中を見てないんですけど、二人は良かったんですか？そして、マッパの男がいる。